アフリカ女子ネーションズカップはアフリカサッカー連盟が主催するナショナルチームによる女子サッカーの大陸選手権大会である。1991年に FIFA フフ女子ワールドカップが設立されたのに伴いアフリカにおける予選大会として設立された。当初はワールドカップ開催年に合わせて開催されていたが、百九十八年大会より二年に一回の開催となり、 ワールドカップ開催年の前年に行われる大会が予選を兼ねるようになった。1991年に開催された第一回大会は特定の開催国を決めずエントリーした国で試合を行う形式で当初8カ国で戦われる予定であったが、今後共和国ジンバーブエセネバルの3カ国、そのゴザンビアが棄権したため、 ガーナギニア、ナイジェリア、カメルーンの4カ国で試合が行われた。決勝戦にはカメルーンとナイジェリアが進出し、計二試合を行った結果、ナイジェリアが初のアフリカ王者となった。1998年の第3回大会より予選大会が行われるようになり、本大会は加盟国の中から開催国を決めて、セントラル方式で開催されるようになった。 第3回大会はナイジェリアで、その後南アフリカとナイジェリアが交互に開催国となった。2008年に開催された第8回大会では、赤道ギニアが初めて開催国となり、同大会初優勝を飾った。2014年の時点では、アフリカンウィメンチャンピオンシップという名称が用いられていたものの、2015年にアフリカサッカー連盟が代表チームによる大会の、 名称に男子 A 代表の大会と同様カップオブネーションズの名称を用いることとしたため当大会の名称もアフリカウィメンカップオブネーションズとなった2000年に開催された第4回大会の決勝戦で開催国の南アフリカと過去3度同大会で優勝しているナイジェリアが対戦したナイジェリアは1の0で前半を折り返し後半戦72分に ステラム・バチュが2点目を挙げたが、これを南アフリカを応援する観客はオフサイドによるノーゴールだと思い、判定に抗議して、運営やナイジェリア代表の選手たちに対して瓶やゴミなどを投げ始めた。3度にわたり試合を再開しようとしたが、さらなる妨害により73分で中止された。警察と瓶を投げるサポーターたちとの間で乱闘が発生。 二得点目の後約40分間に渡って続いたが、妨害をやめさせるために、催涙イイガスが群衆に投じられるという事態となった。なお、大会結果は2から0でリードしていたナイジェリアが優勝とされた。2008年大会開催7ヶ月前の4月、南アフリカ代表の MF、エウディシメラネが、ヨハネスブルク近郊にて交換の末殺害されるという事件が発生した。 中ありがとうございます。